はい、えー。皆さんおはようございます、えー。今日はね、一応、まあ一つニュースがあるんですけど、後ろの時計。<laughs> なんか、コメントでですね、9時ちょっと過ぎぐらいだったのがね、まあ、時計はなんか10時10分がね、綺麗になるらしいって言うんで、とりあえず10時10分に直してきましたよ。<laughs> ね、あのー、結構ね、落とすんだよ、これな。下の振り子回すとさ、だからね、あのー、止めてるんだけども、まあ、さっき確認したらね、 まああの、壊れてないんだよな。なんだけど、やっぱちょっとこう、チッチチッチ音がするとね、やっぱりこう、撮影に不向きなんで、まあとりあえず止めときました。と <laughs> いうことで、あのー、今日はね、どんな話をするかっていうと、えー、山田真紀子さんっていうのを、ね、今、騒がれてるよね。この、総務審議官時代にさ、まああのね、えー、接待を受けて、ね、7万円を超えるさ、接待を受けたっていうんだよね。 で、実際に、まあ今はね、あのー、内閣広報官ということで、えー、活、活躍してるようだけども、あの、この人ね、あのー、まあその過去のね、えー、動画がこの間ね、あの、出てましたけども、なんか若い時から、その若者に向けてのコメントはね、あのー、なんか、その、飲み会を断らないというね <laughs>、えー、方らしくて、まあ今回もね、その飲み会を断らなかったんだろうな、 あの誘われたから行ったみたいな感じなんだけどあの結構ねその公務員の接待ってさ結構気遣うよね我々もね公務員と飯食う時ってあのもう割り勘、うん、もうきっぱり割り勘にするっていうことでねしてるわけだであのそうしないとねあのこうバランスっていうかさまあ僕はね意外にそのなんとかなどちらかというとご馳走する側だよね、えー、接待まあ子供の頃からねあのちょっと うん自分でね、受け入れて仕事した関係で、まあ、よく接待でね、あの人を,を,をご馳走してで、別に仕事がね、それであの欲しいとか言うんじゃなくてあの、飲みながらいろんなこと考えるとあの、結構ね、いいアイデア出たりするのよ。で、相手方もさ、あの実際に困ってることとかあってね、でまあ、僕なんかは、あまあ、輸出のね、その仕事をするときに、書類のがさ、もう ねあの「大変なんだよね」なんて言ったら「じゃあそれ手伝いますよ」なんてねいうことでさあの手伝わしてもらってね仕事をね頂い,いたりすることがあって、まあ、昨日もあのね、えー、実は銀行員とですねあのまあ、ちょっといろんなプロジェクトも進めてる関係で、まあ、打ち合わせがあったんで「あじゃあ、ね、夜飯でも食うぜ」なんて言って <laughs> ね本当は接待される側なんだけどどっちかというとやっぱ。 あの払っっちゃったりするね、まあ、これ民間の場合は別にその問題にならないんだけど相手が公務員だとねやっぱいろんな問題出てくるんだよね。ということで、あのーね、うんむしろこのね、あのーまあ、うんテレビのね関係の,その、まあ、放送の、ね、電波とかそういう問題で、えー、なんかこう、ね、あの有利に取り掛らってもらったんじゃないかとかさ、まあ、いろんな憶測があってねあれなんだけど。 そんな憶測よりもさ、僕はね、注目したいのが、7万円以上ってどうやって食べるんだろうっていうね、一人当たりだからね、これ。あの、さ、みんなで7万円じゃないんだよ。一人で7万円だよ。で、あの、何食べたら7万円なのかね、うん、特にこれ女性だからね、あの、例えば男性だったらさ、まあ、例えばクラブとかね、行って、あの、昔バブルの子僕ね、あの、たまたま、 友達がね、その、銀座で飲もうぜなんて話になって、で、たまたま、あのー、ね、そういうとこ行ったことないし、えー、行っていうんで、えー、まあ、じゃあたまには行くかなんつって行ったのよ。そたね、どうも会わない。<laughs> 今、今でも多分会わないと思うんだよね。<laughs> まあ確かに綺麗なお姉さんがいて、で、ね、ちょっとね、あのー、大体はこ俺、化粧、んとかあの、なんとか、ちょっとから、 ね、香水とかあんまり好きじゃないんだよ。で,でまあ綺麗なね上品な言葉遣いでさ話してくれるのはいいんだけどどっちかっていうとそれでね30分ぐらいしてさもうつまんないっていうかさ「ほか、ね、に仕事あるから帰るわ」なんて,て帰ったらさ割り勘にしやがってね7万円とられましたよ <laughs> たった30分ビールいっぱい飲んだだけでそれはねちょっと印象的。 うん、でそういうね女性のりとかあったらそういうことあるんだろうけど飯食って7万円ってさあのよほどいっぱい食べるか <laughs> ねよかったじゃん大食いのさ <laughs> ああいうふうには見えないしね何なんだろうっていうねそっちの方が興味すす,あのす,すわれるよねであのまあ、うん、僕はねえっ、ー、とそうだな一番最高で4万5,000円。 で、が、今まで食事で、最高、最高かな。で、あの、その、その4万5千円もね、あの、まあ、実は、ちょっと、え、田舎に、え、なんか研修に行ってね、で、まあ、前職の会社の社長とさ、あの、たいほら、あの、ほら、なんとかな、研修でこう行くとね、みんなこう、なんか、え、B 級グルメみたいなとこ行くんだよな。で、俺なんかってそういうのあんまり好きじゃないから、 あのちょっとねあの別行動で、えー、たまたまねその料亭があったからあそこで和食の店をい予約してねでまあ,あの食事したんだけどあのその時にねたまたま隣の部屋でさ芸者さんみたいなのを呼んで騒いでるやつがいて「でえっ?」て言って聞いたら「あ呼べますよ」みたいなことになってで別に芸者さんじゃなくてねあのなんだあれあの和服着た女性がね 横についてさそのなんとのほらカニとかさ食べにくいじゃんこれもじもじしてた <laughs> ねばらしてくれてさ食べさせてくれるんだよまあ別にあんじゃないよ別にバ <laughs> ラして入っているただそれだけのサービスなんだけどでそれでね結構地元の美味しいもの、まあ、カニだとかうーんねあれ何食べたんだろううんなっいろんなね海鮮物だよねで彼女もなんか海鮮物 ステーキとか言ってたけど、まあ、ステーキと回鮮物でねそんな食えるわけないんだろうけどやっぱねちょっと高級なとこ行くと高いじゃないですかでそれでねあの割り勘で1人4万5,000円、えー、行った時にあのー、ちょっとやっぱりね高いなと思った、あのー、あの当時ねまだサラリーマンだったからさちょっと高いなと思ったけどまあまああのー、ね、えー、でも満足度もちょっとあれかないまいちだったかな。 うん、でも今大体さまあどうだろうね2万円出したら結構楽しめるよねその食事がねでまあこの間はちょっとねあのちょっと知り合いの紹介で行ったお店お寿司屋さんでねでこのはもう全部こうするようになんであの僕はあんまり寿司屋がさ好きなもの食べたいんだけどまあそこの仕組みがそうだったからねえー、食べたんだけどまあ それでも一人万千くらいだったかなあの結構高級な、ね、あの食材使っていたからそれも満足しただから大体そのくらいがこうあれなのにさ7万5,000ってあの3倍だからね <laughs> だから <laughs> いやむしろさ聞くやつも聞くやつだなそんな高いから何したんですかって言うんだったらメニュー教えてくださいっつってくださいよ <laughs> 覚えてないとか言ってるけどさ7万5,000のメニューね いや、興味あるなぁ、ね。お店もちょっと教えてもらいたいなぁ。<laughs> どこだったのか。うん、それか、なんかね、うん、一軒でだからね。うん、だから、そういう店あるんだね、うん。まあよくわかんないけど、まあそんなことがね、今話題になっていて、まあまあ、公務員の人もね、あのー、まあ昔はさ、結構あ まあ、うちの親は公民だからね。まあでも、飲みに行くと、まあ公民同士でよく飲み行ったりね、あの、なんだ、うんと、いろんな会合があるんだよ、なんかしてたけど。で、そこに、まあ僕なんかもよく連れられてね、行きましたけど、まあ中華街のすごいね、えー、高級なとこにね、みんなで行ったりさ、あと、なんだ、湘南のさ、地鼻キャグなんかにしてね、で、それをまた店に持ち込んで食うみたいなさ、ことをね、 よくらて行ったんですよでまあそういうなんかコミュニティねあるけどまあ中にはそのねあのまあ地元の人たちとかうと一緒に食事したりしてまあおごるけどおごられるみたいなさねっていうようなことがあったねでまあ昔はあのねえっとまあうんああよそうかそれはなちょっと人の名前出しちゃいけないからうんあれだけどまあ あのそんんなななににね問題にならなかったんですよ、うん、だけど今これだけいろんな形でね、まあ、問題になってさ、まあこれきっとあのまた週刊誌かなんからさいろいろ調べてねこの後どん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 調べてんじゃんだから結構さもうくだらないこと、まあ、くだらないって言ったら怒られるかもしれないけどこんなことでさ、ね、あの時間費やすならね今のコロナの関係とかねそのまあ 社会全体のことをさ、考えるのは政治家ではないんですかと思うんだよね。いいじゃん、もう、いちいちもう、すごいね。で、それがほら、あのー、ねあの、菅総理のさ、息子の話だから、前ねあね、結構徹底的にね、いろんなことを叩いてるんだけど、それをがやることあるだろうってうの。うん、あのー、さ、もう世の中さ、もうバタ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 いろんなことあってさ、で、ね、その、うん、 まあ飲食店ね、まあ、小さい飲食店なんかだと、まあ6万円、ね、1日に対して6万円、ね、あの、まあ助成してるみたいなことだけど、もっとすごい損失を抱えてるところがもう山ほどあるわけだよね。で、そういうさ、ところの救済措置っていうことも考えていかないゃいけないと思うんだけど、これね、俺は意図的だと思ってんですよ。うん、例えば、あね、あの、まあ、首都圏のね、オフィスビルがどん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 外資に買われてさ、 あのーねええー、不動産ごと持ってかれちゃう、ね、それで今度ホテルじゃんホテルだってもう厳しいよね除籍、えー、も何も出ないんだもんでねあのー、ねお客さん来ないわけでしょでその理由っていうのはやっぱりこの金融あっと緊急事態宣言でね外国人来ないでももう世界中のさホテルがさもうひいひいっちゃってるわけじゃんそうそこでまた外資に買われるわけだよなで要するに資本っていうさその構造の中でこのコロナがね 都合がいいんですよだからあーいろんなねあの、まあ、この、うん、ワクチンの問題もそうだけども都合がいいからやってるんだよなでそこで僕たちが踊らされてる感じって「弱めないでしょ?ね」「否めないでしょ?」っていう、ねあのー、なんかさうーん本当にこんなんでよかったのかなっていうのが、あのー、将来から見た時の過去ね で、かなり僕はこの今のね、状況っていうのは、歴史的なことになると思うんですよ。まあこれね、まあ第二次世界大戦があって、で、そこでまあ戦争がね、まあ我々日本人は一回こうね、あの、区切りがついてるけど、まあ他の国は、国はさ、未だに争いがあってね、まあいろんな仕組みでいろんな形で戦ってさ、で、結局それが誰かの都合のいいような社会になっちゃってるわけじゃん。で、このまあ、 ねえ、あのー、電波の問題なんかもそうだけど、なんとなくどっかの誰かの都合のいいように全部まとまっていっちゃうわけじゃん。で、これからまた民営化とか言ってね、えー、水道事業とかも <laughs> 民営化されるよね。で、結局ね、ねあのーお、日本のお、要するにインフラね、例えばう、我々の税金で作ったさ、まあ、まずね、国鉄っていうのがさ、民営化されました。で、であのー、 ね、あれってさ誰の金で作ったのよって話じゃん。買い取ったわけじゃないよねちっとも。で、とかあの郵政の民営化とかねいうことでさあ結局郵政事業も民営化することでさでこれから厳しいよね。そう今までは我々の税金で一つのね郵政事業ってやっていてだからあのみんなね納得してるわけですよ山の中まで,で配達したりさしてるのがこれから今度効率効率になるから結局非効率的なところは 切られちゃうんだよ民営化になるから、ね、でもさもともとその金ってどっから出てきたのって話だよで。もっと究極的に言うとあのねえ公、ー、団住宅ってあったんだよな。<laughs> それがさ今民営化してさ仲介、ね、手数料いま、ね、りません。ねあの揮金いりません。ねそれでなんか内装工事あの自由にやっていただいて結構ねそれもともとさお前誰の家電で作ったのそれって、ね、言うのは普通じゃん だけどなんかしないけどさ民営化って言うと正義になっちゃうんだよねでそれおかしくねえかって思うわけねだったらさそのねまず民営化するんであればそれ買いなさいっていうの、ね、まずお金で買って、ね、その評価を出してその会社を買って、ね、我々が払った税金をそのお金を使って戻す国に戻すべきでしょところがそうじゃないんだもんねえ道路交換だってそうだろうねえ あのね、民営化民営化あれ誰の金使ってお前、ね、道路作ったのって話、ね、でそれがさ、ね、内,内部留保の金がどん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 溜まってるんだよ。かたや、ね、あのうんもうさうん地獄のような日々を送ってる人が今いるんだよねクローズアップされないそこ、ね、だからそこをねクローズアップしてあげないとかわいそうですよ、ね、だって、あのー、もう全然扱わないじゃん、ね、この間なんか。 瞬間だよな。あの、なんか女性の人が出てきてさ。で、雇い止めになっちゃってさ。で、結局家賃払えなくてさ、路上生活してるいっぱいだよ、今。うん。あの、ああとね、欧米でもさ、いっぱいいるんだよ、ホームレス。ね。でもそこにはクローズアップしないの。なんとなくお笑い芸人出てきて、ね。その、お笑いの話してて、ヘラヘラヘラした社会になっちゃってさ、真剣に物事考えないんだよ。うん。で、まあそういうさ、なんか、 時代になっちゃってさ、まあなんかね、まあ、うーん、まあこのじじい、まあもうじじいに近いな、じじいかな、がさ、いちいちもう言ったところで何も変わんないんだけど、だけどさ、あの、なんかさ、飼いならされちゃった感じするよね、国民全部が。うーん、なんかさ、ね、今回もそうだよな、このコロナでさ、緊急事態宣言動くじゃダメだ、言ってさ、でだけど、 ねえ、あのー、日本の四季はさ、もう、止まらず動いてるわけだろねえ、今の時期だったらね、あの、河津桜、もう、ちょっと、あれだけどさ、あの、桜が咲いて、その前は梅が咲いて、桜が咲いて、で、そこでさ、ねなんか、あのー、ちょっとのね、楽しみだよね、花見してね、ねビールの一本も飲んでね、ねそれで、えー、幸せだなって感じる、その幸せ感をさ、全部カットだ。 え、ね、こうやってさ、セミナーだってそうだけど、ね、この間、あの、ね、えー、熊本の宅建協会さんで、えー、講演させていただいたけども、まあこれも、あの、結局ね、ね、えー、本当は熊本行ってさ、ね、美味しいもの食べて、で、ね、講演した後にゴルフでもして、ね、交通費はもう主催者が出るから、ね、えー、一泊分くらいの、ね、あの、うん、まあそれも寂しいか。大体僕なんか今講演って言うとさ、夫婦で行くんだよ。 うん、それで、まあね、あのー、一日は、まあ、ゴルフやったり、美味しいもの食べたりして、楽しんで帰ってくるのがいいっさい、一切だもう、ね、で、この間は、あの、去年1年間で、1回だけですよリ、リアルのセミナー。ね、和歌山県行かせていただきました。ね、で、その時、またまたうちの奥さん、ね、あの、漫画が生まれるんでさ、あの、ちょっと難しいことこがあって、まあ、一人で行ってきたんだけど、だけどね、そういう、なんとかな、こう、季節を楽しむとか、そういう、なんか、 ものがないよね去年1年間何かずーっとこう,こうずーっとなんか変化のない、えー、暮らしぶりになっちゃってさだから、ね、あの記憶にもあんまり残ることはないよね。でさ人の生きてる価値って何かって言ったらやっぱりこの経験することでの中でね学ぶことがあってで、えー、いろんなさそのねちょっとしたことで楽しみだとか幸せ感をさやってるのになんか ねえ、苦しいことばっかりになって、それを押し付けられて、ね、で、それで、えー、さらにさ、その、なに、うねえ、あの、企業も、どんどん、ねえ、まあ、調子い,いとかもあるけど、まあ、ほとんど調子悪いとこが多いよねで。そういう中で、さあ、もう少し、なんか考えられないのかなと思うよねだ。だってさ、飲食なんてさ、別に何、8時以降に飯食って何が悪いのねえ、だって昼だってランチ、ね食ったって、一種内のウイルスって。 夜だけウイルス活性化すんの違うよね。ただ飲んだら楽しいから、こう騒いだりするから、なんか暇飛沫がどうだこうだって言うけど、だから何なんだよっていう。うん。まあそういっちゃなんだけど、だから何なのっていうことじゃないのかな。だって、さ、変わりがなかったんじゃないのその緊急事態宣言。やってもやらなくても。って僕は思うね。まあそんなこと言うと怒られるかもしれないけども、要するに、ね、あの、世界の経済がさ、まあ、 スウェーデン方式もね、結局、その、8割くらいね、結構ダメージ受けてるみたいなこと言ってるけど、一緒だったじゃん、結局。うん。でやってもやらなくても一緒だったんだよ。うん。だからそう考えたときに、だって、今度どうすんのその、だって、まあ、コロナってさ、じゃあ、発見されたからっつって、まあ隔離されてるけど、結局薬がないわけだよね。だから、ね、家にいなさいの話なんだけど、 普通さ、ウイルあの、何、ワクチンの前に薬じゃないのかね。<laughs> で、実際に効く薬もさ、いっぱい発見されてるんだよね。いやあのー、学術的っていうか、まあ、医学的にね。発見されてるのに、それ処方しないんだよ。それで、緊急事態宣言とか言って、全部行動をシャットアウトしうんだよ。そんな世界ってあんのって、俺は思うよね。まあね、この、 うんちょっと話がするんだけどさ、<laughs> ねえ、その公務員の人たちはね、こうやってね、その、ぬくぬくつっちゃいしてたけど、この時期にさあの、ねええー、別に給料も変わらずに、ね、ボーナスもちゃんと出て、それでさらにね、あの、なんだ、以前のね、国民一人当たりのさ、10万円とかももらって、あれどうなったんだろうね、その後くんないね、うん、一応僕ももらった、10万円は。 ね、くれるっていうから、ね、でもさ、ね、その本当だったらそのお金公務員の人とかに配る必要ないんじゃないの、うん、だってそのお金があったらもっと救われる人いっぱいいたと思うんだよね。でそれがさ安定してる人たちにまで配る必要あったのかなと思うんだよね。でも結局そのお金ってど誰が付け払うのっつったら元我々なんだよ。と結局、ね、いつもいつも我々が負担してでいつもいつもお金を使う人がいて。 で、いつもいつも得する人がいて、で、あのー、ね、えー、いつもいつも損する人がいるんだよ。なんか知んないけど、こんな社会いいのかねうん、と思うね。まあこれ、コロナが明けると、相当世の中変わりますよ。うん、変わるっていうのは、あのー、ね、うん、まあ、そういっちゃなんだけど、二極化がすごいことになると思うね。まあ僕の憶測だけど、ね、もう、とにかく日本の経済は、もう、 あのインフレの一途になるんですよ、うんうん、でそのインフレになる中で要するに所得の低い人たちがね所得を上げられるかってことなんですよ。で以前も言ったかもしれないけど働き方改革でさあの犯したねミステイクがあるわけじゃん。でそれってあのー、僕はあの社会構造の中で、あのー、貧富の差が非常に激しくなる戦略の一つだったなと思うんだよね。 誰のためにやってんですかってこと。ね。で、それを、要するに、えー、これから先見,見据えていくと、もうこれコロナが終わるとね、例えば隣国のね、ま、中国、韓国、ね、えー、まあ台湾もそうかな。まあそういう人たちがさあ、結構、失業率が高くなるんですよ。そうすると向こうは、ね、英語も喋れる、母国語も喋れる。で、えー、今度は、 輸、ね、出入のお仕事に携わるって言った時に日本人の仕事みんななくなっちゃうよ。うん、そしたらどうなの不動産はもう外国人にいいとこは買われてで人材は向こうから流れてきてでグローバルな世界になって、えー、日本の国民は、ね、あの貧しい暮らしを強いられる。そしたらなんかさ、あのー、第二次世界大戦のね 要するに GHQ が来た時と変わんねえんじゃねえのっていうで。これがさ、世界中で起きてんだよ。うん、まあ、怖い世界だなあと思いますね。で、少なくともさ、この、ね、7万円で飯食ったとすれば、すれば、なんかあったんだろうと思うけども、少なくともさ、ね、官僚の方々は、日本人の魂売るのよ、そうよ。うん。ね、接待を受けてもか、ね、変わらない。ね、自分の、あの、思うことは、 ね、あの貫き通すっていうさ仕組みを考えようよ政治家の人たちもそうねあの自分の給料どっから出てるのかさ考えてくださいよ本当にうんって僕は思うねまあ今日もつぶやきの <laughs> 一言は <laughs> 悲観的で申し訳ないけどさもっと積極的になんかさ取り組んでもらいたいよなうんもういいよ7万円接待するよ俺が。 万円 <laughs> のごご飯食べたたかったらごしますよ、ね、日本の国のことを考えてよその代わりって、ね、思いますけどまあ皆さんもねあのちょっとさ、うん、やっぱりこう今のこの日本をねの仕組みをもう少しそのマスコミとかに踊らされないで、えー、足元をやっぱ見ながら自分たちは自分たちの身を守ることが重要なんじゃないかなと思うよね。 と、えー、いうことで、あの、あまた24分になっちゃった。えーえー、話が長くなっちゃうね。ということで、まあ、あの、うんつたない話でしたが、また次回楽しみにいてください。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、 え、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。